はい、自民党総裁選終盤戦、ユーザーが候補者にもっと聞きたいこと、うん、候補者の方が今一度言いたいことを語っていただく30分インタビューをお送りします。林芳正候補です。よろしくお願いします。よろしく今日ありがとうございます。本当お忙しい中ありがとうございます。すのまあ長官って呼んで、うん、しまうんですが、す長官会見ではいつも大変なお世話になってます。はい、ますあの。 先日のニコニコの討論会で主張された一般の方とか周りの方からねいた感想の中で多かったのはやっぱり林さんの発言の安定ぶりですもう超安定ぶりで要は安心して聞いていられるというのが女性の人も多かったし若い人も多かったですね。安定ぶりりはは共通しているんですけどや 官房長官の時と雰囲気違うじゃないですかはい <laughs> それはもう生き生きとしてますいや生き生きとされてますよね <laughs>、はい、だこれがある意味本来の林さ、うんのそうですねやっぱり長官の会見ってどうしても政府のまあ公式見解、ね、これ述べなきゃいけないんでまあ本当は付け加えたりこういろいろ喋りたいことはあるんですけども、ね、それはあくまで私の意見なんでうん、うん、あの場ではやっぱり政府の公式見解を述べると まあ役割に徹してるってですかね。その役割の徹し方がやっぱりすごいなと思うんですけど、まあそういったお話もあの含めてお伺いします。あの今全国各地回られて、えまあ二回目ですよね。今回参議院の時一回。十二年にそうですね。あの時もお世話になりましたえっとニコファーレでロッポギでそうやりました。いやお思ってます。あの時私服議論とか言われてね。そうそうそう。そうそうみんなで飛んで来。 いやあれもでもすごく楽しくて、えーえー、あこういう人いるんだって僕らはさん初めて見て本当そうです、ね、あのすごくあの印象深かったんですけど、えー、あ,あのありがとうございましたあのどうなんでしょうあのその時と今回、うん、全国回られてゆあの党員とか地方の方々う、ね、どうですか廃車に対してやっぱりあの私自身の、うん、まあ見る目が変わって なのは、はい、やっぱりこの12年間でいいいろんんな経験させてたただいたんですねあの時は確か防衛大臣やって経済財政担当大臣やってまだ、あ、早いんじゃないのとかって思ってたんだけど、はい、野党だったんで、はい、まあ果敢にチャレンジしましたけども、はい、その後まあ農水農林水産大臣2回やって、はい、文科大臣やって、はいえー、それから外務大臣やって官房長官やってと、まあ、いろんな仕事をさせていただいたんで。 同じところに行って同じ人に会ってもああこの人よこれましう。ああいや見ながら精神安定剤で持ってるだけですけどこういう背景でやってんだとかねあの時こういうふうに政策やってこうなったなとかねやっぱりその分あるんですね。だからやっぱりそこが違うのとそれからもっと端的に言うとやっぱり知ってる人が増えたってこと はい。あそこにあの人いるなとかですね。うんうん、あ、なるほど、ね。やっぱりそういうのがあって、ああ、ここ行ったらあの人いるんだとか。まあ、仲間の議員も増えましたし。まあ、あの、いろんな意味で、まあ、あの、年を取ったのも含めて。全然変わんない。です全然変わんない。あの、昔の。うん。 ギターうまいっす <laughs> い,やい,やそういやもうこれは12年間全くうまくなってないんじゃないかと思いますけどまあ,あの細々とねギーンズの活動は続けてきましたんで <laughs> 続ける、ねはいはいえー、ることは大事ですねなるほど、うん、あのそれで今いろいろ大臣重要ポストを歴任されたんですけど、うん、結局まあその中で。 まあ,ある時はやっぱりそのスキャンダルとかで大臣が辞任した際に登板、はい、する機会も多かったでしょうとあ,ありましたよね、うん、まあこれ政権から見てまあ国民から見るとまた違うんですけど火、うん、消し役をこなしてくれると、うん、で困った時の林さんだとで誕生日が1月19日だからあの政界の119番と言われてると。<laughs> でも、ですよそうは言ってもそのさらにそのスキャンダルの大臣の後ですから、うん、まず火消しのスキルも大事だし、うんはい、でさらに政策の引き継ぎもあるわけですよ。そうすると、組閣時に確認就任するよりも、うん、さらに大変な形で,で、ね。 まああの加計学園の時の文部科学大臣とかですね農水大臣の2回目もそうでしたけれどもうん、うん、そうでした、まあ、大体2回に1回はそういうこの抑えみたいなのが多いんですね。うんうん 農水大臣の2回目はもう同じところにいまして、はい、またもうあんまり間隔を空けずに帰ってきたので土地勘もあるし,し,し自分やってきたことだったんですけど文科大臣の時は、はい、まあこの加計学園だけかと思ったら大相撲のスキャンダルが出たりとか日大のアメフトが出たりとか、ねね、もう挙句の果ては局長級が2人逮捕されちゃって。 まあいろんなことあったんですけどまあなんとかこのマネージをしながらですねだけどせっかく来たからやっぱり少しこう制作ものをやりたいなと思って「Society5.0」時代の教育ということであ<ー>まあ今「Society5.0」ってあんまり使ってませんけども、ええええね、小学校に入ったお子さんがねえ高校まで行くと16年、はい、え6年3年3年あ12年か、はい、で、えー、大学まで行くと16年。うん ものその間にものすごい変わると思うんですねうん、うん、実際チャット GPT できるなんてあの時はまだ思ってない思ってない誰も思っててなないい誰もだからそれできちゃうからじゃあ社会に出る頃って今のなんかやってること本当に使えんのっていう、まあ、そういうバックとした問題意識があってまあいろんな専門家を集めて<ー>やっぱり今の仕事のうち半分ぐらいはねもう AI でできるようになっちゃうんじゃないのっていうことで、はい、じゃあ人間ってどういう仕事をするんだと。 やっぱりコミュニケーション能力リーダーシップそういうものが必要になるよねとじゃあ学校で教えなきゃねとそういうまあ議論をしてそうだありましたねそれ羽生さんはじめましてね私の時に作りましたあ<ー>でそのそそ、まあ、実現するための第一歩が一人一台端末を持たせる、うん、かっていうね。 そういうことです。僕はちょっとごめんなさい。承知してなかったです。あれはあの後菅さんの時に補正でバーンと。最初はまあ三年か四年かけて徐々に入れて行こうっていうのを補正でバーンと組んでくれて。一斉に。この。全員に入りました。たいや林さんそれで、ね。ごめんなさい。えー、もっと自慢していいと思いますけど。あ、そうなんですね。えー あのいやいやもうごめんなさい長官の時と全然違うから <laughs> なんかいやでもすごく嬉しいんですけど、はい、あのそれでね、うん、あの今日、so「ソサイティ5.0」端末の配布、うん、配算やった,ったってことを、うん、ユーザーの皆さんあの知っていただいたんですけどこれねもうちょっと失礼な言い方しますけど、うんうん、なんでその本当に重量級の閣僚をずっとやられてきて。うんうん 火消しもして、うん、きちっと成果も残してですよ。うん、なんで知名度ない,ないなんて言われちゃうんですか。新聞にちょっと書かれて。そうですね。大体これ総裁選挙始まるとき、小島正さん1%くらいのね,ね、ええ、あれだったんですよね。うんうん、まああの総裁選やってるのおかげで少し数字上がってきてますけども、はい、なんですかね。やっぱりちょっと職人気質があっていい仕事するやいいじゃんと。うん 別に、何目立たなくてもみたいな、あ<ー>まあなんか音楽で言うと、わかりますわ。なんとなくほら、あのスタジオミュージシャン的な、<laughs> 別にヒット曲出なくてもさあみたいなね、かりますちょっとそのその感覚ね。 だってね、僕言いますけど林さんの実務能力とですよ今回もやっぱり旧統一まあ派閥解消したといってもやっぱり結束の強さってすごくある仲間を大事にされるじゃないですか会見でもいろいろ聞いてるとよく分かるリーダーシップもあると信頼されていると経験も十分すぎるほどあると今回の出版のようにやるときはやると知名度って言われても困りますよね。 そうですね、まあ、ただやっぱり大学入試みたいに試験で決まらないんでね皆さんに、ね、選んでもらわなきゃいけない、まあ、ですからあの会見の時と今と、ね、うこう素の自分を出してますけども、うん、まあもうちょっと職人だからとか言わずにこの宣伝、うん、宣伝っていうとまだだめなんですけど自分がこういうふうに思ってるとかこういうことをやってきたとかやっていきたいとかいうのをもうちょっと分かりやすく、ね、この伝えるという努力はね、うん もっとしたいと思いまやでもそうは言ってもあんましたくないんじゃないですかそんなこといや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 例えば僕考えたんですけどやっぱり音楽のんかチャンネルとかいやもう制作のこと一切言わないでっていうのはどうですかそうですね面白いかもしれませんねもう林さん作詞作曲はされないんで日曜ギンズの曲は全部私が作詞作曲していやそしたらなんかそれを打ち込みはやられないんですか打ちち込みはうのプロデューーサが やってくやってくれてでそれにあの私が作詞作曲してこんな感じっつって例えばヘッドアレンジで、ね、あのやってそれで<っ>まあ歌とコーラスとリードギターと私が入れてって、はい、そういう感じですけど、ね、それは家にスタジオみたいなものがあるのかスタジオでどえあので、ね、最初のラフな時は都内の,あの練習スタジオみたいなところでやってああ最後の CD 作る時はちゃんとした、はい、あのスタジオに入って。 長官、今 C.D. あんまり作りません。そうなんですんで、今サブスクです。そうなんです。だからもうそろそろサブスクかなと思って。まあそもそもそれは仕事じゃないからね。いやでもね、違うんですよ。あ、長官それちょっと違うと思うんですけど、やっぱり今はそのコンテンツの話させていただきたいんですけど、やっぱりニコニコというとボカロ P ってまあ聞かれないと思うんですけど、あのやっぱりなんつうの一億そうっていう言い方古いけど、もう。 まあこういう方もプロの方に失礼なんだけどやっぱりいい音楽ってそれこそプロもあまもなないいじゃないですか YouTube とかねもういろんなところで自分で作ったのあげてとか,かあとそこで見つけたボーカルとプロデューサーくっついてとかねいやいや結構ね最近のもあの a s o だよろしかだみんな聞いてますからはい、はい、であれがすごいのはね、はいうん、例えば私ベースも弾いてましたけど、うんうん、もう。 本当のベースじゃ弾けないベースラインが出てくるんですね。打ち込みだから。でもね、よろはベースの人、はあの人ですよ。えっと、えっと、ごめんなさい、名前忘れちゃったんですけど、超有名な東大卒で。そうそうそう。ね。だけど、あの打ち込みでやると、このフレットこんな話で出てるとこ。なんか、やったりとか。だから、あとはね、誰がみんな上手くなっちゃって、もうキングヌーなんか聞くとね。キングヌーです。すげえな。と思いや。あれ芸大ですかね。東京芸大。ああ、あの。

なんかそういうチャンネルが僕ずっと考えてたんですよ、うん、原さんって多分もう実務能力スキルはもうあるのみんなわかってるしわかってるんでちょっとそういうなんか柔、うん、らかい方ねで趣味とか分けるの変じゃないですか、うん、今だからサブスクすぐできるし、うん、そうですね何だったらあのニコニコでもシングルですけど、うん、今 NRC やってて著作権管理もきちっとやってますからはい、はい、まあそこでもいろいろやってますからなるほど <laughs> あのぜひです、ね、ちょっとこうあの昔ギ員ンズ始めた時は、ええ、やっぱり制作のイメージって古臭いイメージがあったから歌詞に載せてね、うん、あそうですよね、ええ、だから例えば私の最初書いた「東京卒業」って歌なんですけど、うん、これは地方文献の歌なんですね。で私高校の下関の高校の238人行ったんですよ卒業した時。はいはい、これ30の時漢字が回ってきてね。はい かき集めてももう人ぐらいいいしなみんなやっぱり受験した大学のところで就職して結婚してでもう下手すると東京の支部総会の方がね人数増えちゃったりしてだからそれは別にいいですとただやっぱり都会に出てって結婚して子どもできたらちょっとふるさとにリターン U ターンって言ってましたけどね U ターンって言ってたの昔そのことを東京卒業っていう。 歌にしたんです。なるほど。ええ、だそういうメッセージを載せてやろうっつってやって、ね、やったんですけど、ね。なるほど。うん。そういう恋愛とかもやっても面白いです <laughs>。ラブソングはね。ラブソングとか。あ<ー>だからなんか今はもう作られないんですか。作曲だけするでうかんだりします、ねすね、あの二枚目のそれこそ CD を作るときは、はい、まああの頼まれてですね。うんうん、私の知り合いの。 長野にいろいろやってる人が火事になっちゃってはい、はい、やってたとこがあ<ー>でよくお,あのお世話になってるんでその支援のチャリティーで作ってくれって言われてそれでそれがきっかけでまあじゃあせっかくならもう,も,うもうちょっと書き足して2枚目の,あのアルバムにするかっていうので作ったのがもう10年ぐらい前ですかねだから、えー、なかなか最近はなんかちょっと浮かんでこないっていうか。 何、まあ、かのきっかけがあればね好きですからあれ紹介はあれですか、うん、やっぱりギター弾きながら浮かぶパターンですかそれともこうメロディー自体ーそうですね私はね曲を書くピアノのが多いかなあピアノですか、はい、ピアノはねビジュアルにコードが見えるんですねあそうですだからじゃあこの次のコードこうしようかなって思いながら例えば東京卒業なんかはコードと歌詞が同時にできて。 その1番に合わせて2番の箇所をいわゆる降りてくる降というね何回も直してますけどねあやい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 やもういや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 いいありがとうございますあの出馬会見でねそういう割とこうなんのかなビートルズだったりある中ですごく印象的な出馬会見で「人」っていう文字を出したありがとうございます あれはもうね、うん、びっくりしてあ,<ー>あ逆割きたなと思っていって、すごいインパクトありましたね。割とで、ね、あのコテは好きなんですよ。あそうなの。コテンも好きな、ね。とまあうちのね爺さんが好きだったんですね。そ,すねそれでまだ若い頃にこれ読めとか言ってね全然ピンポンキンプ,ンカンプンだなと思ってたんですけど、はいはい、まああの講師だ申しだとかいうのから始まってまあやっぱり今こういう仕事してるんでね、はいはい、上岩性よってなりまして。うん こういういのはね、本当にビビなるほど。で先生がいらっしゃって、はい、何人かでね議員の仲間で勉強会とかやったりしてたんですけどもだからああいうのを読むとやっぱり、まあ、あの西洋のいろんな、はい、あこの学問もあるんですけどなんかねスーッと入ってくるんですよね。 仁は仁義レッ持とか続いていくの,のの一番最初に大事なあれであま、はいはい、ね,ねく慈しむっていうね、まあ、政治の基本だと思いますけどもただ実は最初に仁っていう言葉を見たのはね、うん、NHK の人形劇なんですよね。見 これで仁義礼智し、玉を集めて、とかって。仁義礼智し。だから、これから、まあ、なんか覚えてたらと思って、まあ、古典に入っていたみたい。な古典後で読んだんですけどね。いや、それはいい話でしたね。やっぱり、さすがコンテンツ。いや、よくね、いるんですよ。よくいるってとあるですけど。あの、つまり、コンテンツを言っとけば、若い人に。 なんか支持されるだろうみたいな方も中にはこれは政治家に限らずいるんですけどやっぱり林さんの場合はちゃんと自分でそうですねやっぱり自分でジャスラックにちゃんと登録した曲があるっていうのはあるんだけど政策としてね議員連盟作ってやった時にやっぱり基本法を作ってそれからいろんな要望を受けてあの映画盗撮防止法ってあるじゃないですかあれも議員立法で。 え作ったあのよく映画館で行くはいはい最初出てくるやつノーモア映画ドロムのちっちゃい頃ロゴ娘がちっちゃいゴロねあのこれパパが作ったんだからつってなんて知らないですよ僕らありがとうございますあの時は会長あまりさん幹事長岸田総理ですからで私事務局長で事務局長は一番働く人だったは一生懸命書き直してね刑罰にしなきゃダメだっていうのもやったりしてえ。 でその時にやっぱりいろいろな人の話聞いたら例えばハリウッドだとね<え>レーガンが大統領が組合のトップだった組合あってそうするとあの組合の人がほとんど有名な人入ってるんで、うんうん、誰からしら使うと組合のタリフが適用になりますそれで制作費も少し高くなるんだけどどんな早くでもちゃんと給料もらえるんですね。 なるほどね、そうするとこれがやっぱりハルドとかねブロードウェイムにうな仕組みがあってこれが強みでやっぱりそので頑張れる人がねわあっているから山が高くなると。で振り返って我が国はいろいろヒアリングすると、はい、やっぱりなかなかこの契約書もなくてね「そうなん何々ちゃんお願いね」とか言ってもうやるすぐキャンセルになっちゃうとかね、まあ、いろんな話があったんで。うん まあ業界別にいろいろ違いますけど、はい、まあガイドラインっていうのを作ってでこれでやってちょうだいねってことに、まあ、そこまで来たんですけど所詮ガイドラインなんでな,るほどなかなか守れないとでこれを上回る条件でねそだからもう全部捉えちゃおうよといいとこねなるほどだからやっぱり今度もついにですね公正取引委員会に関与してもらうっていうのを閣議決定しまして。はい はい、それも林さんが。はい、今回、<え>あのや、やらしていた、まあ、みんな、皆さん、いろんな議論して。えー、最後は、あの、官邸に庵野監督とね。それから、山崎監督と監督あ、はい。あ、そうですね。ね<督>あれ、林さんか、ら仕掛けに。いや,いや、いや私だけじゃないんですけど。えー、いやあうのをやって、映画の現場の話してもらって。で、だから、もう、今度、将軍、え、ミッションね。十八部門。嬉しいっすよね。真田さんやっぱりね。 外国特派員協会で会見行きましたけど、はい、質問するとき一番緊張しましま、ね、<laughs> いやだからやっぱりねそういうのをこう後押していく政策としてね好きなのはありますけど我々の仕事はやっぱ法律とかそういうの後を後押しで,です、ね、いやでもそれはすごく、うん、あの今ご覧頂い,いてるそのもう本当ニコニコ見てる方なんかもクリエーターたくさんいらっしゃいますから。 はい、いやぜひじゃあ、うん、もし何か困ったら林、うん、さんのなんか、うん、事,務事務所というか何か連絡してみんな言ってくださいもうとにかくねあのキャラクターがもうどれだけ儲けてるかねうん、うん、世界でもう日本のキャラクター世界のトップ20のうち10個ぐらい入ってるんじゃないかと思いますけど累積の収入額はねでそれが原作が映画になりで音楽はこれに使われたりって、はい、もうトータルでい、ね、くとねもうすごいことになりますから。なるほど、ええ いい、いややもうこれは心強いいや本当にありがとうございます。あと残り10分なんですけど中国のですね、はい、まあちょっとこれは官房長官にかかるので言えるおっしゃれる範囲で結構なんですけど、うん、やはりその、まあ、親中派じゃないかっていうことに対して地中派だとしっかり説明されました。うん で今です、ね、例えば、中国軍の情報収集機が初めて領空侵犯したのを確認されたりとか先日はその中国軍の海保が、うん、あの接続水域を初めて航行したということがあって、うん、これは外務大臣、まあ、ちょ今、官房長官ですけどす、ね、見てきてなんかその中国の動きというのは地中派であることもあってお聞きするんですけな何か変わってきてるんですか そうですねやはりあの1つ大きな違いはあの習近平政権が始まって1期目ぐらいはそうでもなかったんですけど。はいはい 2>, あの2期目ぐらいからですね今までどっちかっていうと改革開放、はい、で社会主義だけど市場経済でやっていくと、まあ、これはのです、ね、ところがだん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 やっぱり民間企業強くなりすぎてちょっとまずいなと思ったのかどうか分かりませんけどうん、うん、その前の毛沢東路線、はい、ガチガチの共産主義にちょっと先祖返りするみたいなところが出てきて。さんのの知恵っていうのは トップが七人いますと、うん、これ奇数なんですね。うん、あ、そうです、ね。多数決で決められる。あ、なるほど、ね。そうだで、しかも、この人たちはトップも含めて二期十年で必ず交代しますと。一、はい、人の人が力を持ちすぎないと。これを変えちゃったのが習近平さん。今三期目やってるんですねな。なるほど。で、自分以外の六人は。まあ、非常に自分に忠実な人を持っていて、うんでね、中でこう議論が。 はい、あんまり起きてないんじゃないかと、うん、こういうことを言われていますので、はいはい、ちょっとそういう中国の中が変わってきてる,、うんうん、るということはやっぱり頭に入れとかなきゃいけないし我々と仕組みが違うっていうそもそもねそういうことをよく知った上でただじゃあだからもう知らないとかね付き合わないっていうわけに、はい、まあなかなかいかないですねいいこれだけ貿易はあれってね。 がいいいいいいここととししかかなななですよね、うん、喧嘩てん大きな市場ですしね、はい、だからやっぱりただやっぱり今そういう時期になって経済安全保障っていう新しい道具を使って線を引きましょうと例えば半導体とかね、うん、もう全部自由に出してたら全部コピーされちゃうとかね、はい、じゃあ日本のお米出したらコピーされちゃうかって いいわけですバンバン和牛も売ってくれってもうこの間宮崎頼まれましたけどじゃあこの和牛とかね米と半導体製造装置の間にどっか線を引いてでこの線はできればアメリカとかヨーロッパの同志国とかでなるべく似たような線を開いてみんなでこの線でやっていくと本当は TPP だったんですけどねこれがなるほど。 TPP アメリカが入ってくれてればなっていうのはあるんですけどまあ、まあはい、タイムマシンがないので,そ,で、ね、その代わりに経済安全保障でディカップリングからディリスキングへと言ってるんですけども、ねはい、これ2年間でやっと G7 の共通見解、うん、非常に非常に分かりやすい説が <laughs>、えー、いやなんか音楽を話すようにそういった政治の話をしてくださるとすごく頭の中に入ってきます。 あとあのこの間、ね、うん、あのフジテレビさんかな、はい、台湾有事への対応で,、はいはい、でその時にそに、うん、有事発生についてですね、うん、いわゆるそのずっと問題になっている台湾有事があった場合の邦人保護についての対応について林高校は非常にこう明確なことをおっしゃってくださったそ、ね、その何らかの今、ルールがないわけですよね。うんうん で何らかの政治責任を取ってでも何としても日本人を救うんだと、うん、でもう法律を超えてもやると、うん、その後に自分が総理だったら責任を取ってやめるんだと、ね、いやこれはここまでいった方って多分いいららっしゃらないんです、うん、そうですね私これこそ人の政治だと思ってますけどもど実は私は初めてではなくて橋本龍太郎総理あそごめんなさい。 あの人のところにですね。のすねあのいや表で言ってらっしゃらないんです。あ,あの行政改革の仕事やってる時、私があの毎週報告に行く係で、もうそれをそれこいつたらあ,あ見えて結構優しい方で、うん、よく来たなとでその仕事の報告はだいたい5分10分で終わるんですけど、はいはい、まあせっかく来たんだからついろんな話してくれる。れるその中であの最初に台湾で選挙があった時に中国の 船がわーっと来て、はい、アメリカも出動かと。こういう時があったんですね。うんうん、で、あの頃は今の安保法制がない頃で、はい、それでもう民間の飛行機行ってもらうか、みたいなことだったんですよ。で、そんなことさせるわけにいかないと。だから、自民あの自衛隊があるんだから、自衛隊の飛行機とかを全部法律完全に関係なくどう、どうしたらいけるのかって全部ね。プランを作って<ー>本当に何か起こったらそういうやるつもりだったんだ。 で俺はやめるつもりだったとこうおっしゃってた<ー>もう今でも覚えててそれを廃材いくつぐらいの時ですかえっとそうですねもう20年ちょっと前ですかね<ー>20世紀から20世紀になるぐらいですね<ー>、えー、だからそれはものすごい頭に残っててあこれが総理なんだなと思って、うん、やっぱりあの時聞かれたんでいやいろいろ議論になってましたけどね、はい、このこの事態か <laughs> この事態かとかねだけど最後ねグレーゾーンがまあ安保法制 でできたんで安倍総理の時にね、うん、そんなに残っていないと思いますけどやっぱり最後のところでもし、えー、これはっていう時にまあ役所的にはこれがこうでとか言うんでしょうけどだけどそこで人がいてる日本人が。今大体いい1万5千人ぐらいですかね <laughs> 台湾にね、はい、住んでらっしゃる方はですね,ですねだけど観光客なんかも常にいらっしゃってるんで、ね、やっぱりそれぐらいプラスアルファのオーダーで。 エバケーションしなきゃいけないっていうことだと思いますね。なるほど、ありがとう。あと最後あの、はい。ニコニコの討論会で、まあ総理特権でね、みんな特権のやつ、いやあのすごくあれ面白かったんですけど、同州制をやりたいとおっしゃって、若い人が同州制って言葉初めてそうですかあの僕はもう三十年前にシンクタンクいたとき、同州制議論で北川先生とか、そう花ざりでしたね。そう花盛りなんです。よ でも、ね、若い人はもう林さんのそのお話聞いてもめっちゃくちゃ新鮮で面白いなって真面目に言ううんです、ね、どうですすねどかそこいやもう昔議論した時にねこれいい話だとただね実際にギリギリ詰めていった時に東京問題になっちゃうんですねやっぱり例えば県は今あの国からあの財政で、はい、あのお金を配ってやっていけるようにしている県が結構あるんですね。はいはい でそうじゃない県って東京とか一つ二つぐらいしかなくて、はい、もう東京が豊かすぎちゃって、うん、東京をどうするかっていうのをちゃんと考えないと同州制がなかなか財政的になりな成り立たないであの時特権って言われたんで、はい、じゃあもしかしたら東京をねこう分割するっていうものすごい反響だったんじゃないですか大丈夫ですかいやと,とりあえずまだ命はありますけど。<laughs> <laughs> だかららそれができたら あるいは可能性が出てくるんですね。だからまあアメリカみたいなイメージで政治はワシントンね、大学はボストン、ハリウッド、ニューヨークですそれぞれ強いところが。あ、でもそれはいいですね。あ、素敵ですね。わかりました。もうちょうどお時間近くなりました。最後にですね、まああのもうこれはあれですね。もういずれにしても外務大臣、官房長官も。 重要かいつ総理になっても大丈夫っていう、うん、もうすぐにでもできるっていう、はい、これはもう官房長官官の経験大きいです<あ>もう官邸にいるっていう,う官邸で仕事をしてるってことが他のどの大臣ともねこんなに違うかっていうの<っ>もう全然違いますね確証は確証で農林水産大臣だったその農業の水産業の仕事外交は外交だこれ一つにね政府全体としてやる。 ものすごい大変ですけどね。最後に一言、はい、あの代表選を追い込みにかけてですね。はい、あの党員の方々、議員の方に一言ユーザーに向けてお願いします。そちらです。いつもこれぐらい笑顔あふれる林首相というのを今日は見ていただいたんじゃないかと思います。<laughs> ますえー、この難しい課題たくさんありますけれども、今までのいろんな経験を生かしてですね。 この日本の国を選択肢のあふれる楽しい国にしていきたいと思っております。ぜひ皆さんのご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。